でもね、正直、うんうん、Cチームないっすね。一番でかい面してましたけど、はい、Cチームない。まあ、同意っすね、うん。あの料理できないメンツが集まった結果、料理しないっていうあんまり。消去法でちょっと行かせてもらってますね。うん、まあ、そうね。はい、まあ、A か B 本当どちらかですよね。ただ、感じではあったけど、正直、はい、シンプルに美味しかったのはどちらかで言うと、はい、こっちはもうギャラクシー入っちゃったんで。そう、そうなんよね。それだけ。こんなのあんの。え、本当だ。本当だ。え、でも左にキラキラしてるから。まあでもこれあれですよね。デコレーションみたいな。かわいい。なんだこれ。まずい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 って一応ね、飾り付けようやん、好奇心だけで動くって、ね、うんうんうん、今回使うとは限らないっていう、あのね、好奇心だけで動くって、いやでも山ちゃん今可愛いから使いたいって使いたい、後半だから全然飾り付けはもう任せたよ2人に、やったー、そうなんでよかったっ、ね、これ、こいつ前半に回すべきだったってこれ可愛いか、こっちはもうギャラクシー入っちゃったんで、そう、そうなんよね、それなけ、それなかったらもう B のメンツ絶対選んでたの、うん、そう、これがなかったら B やったんですよ、だからそこは悩むところなんです、悩む余地がなくね、はい、B はごめんなさい、 B さよならならギャラクシーのせいです、あのギャラクシーの比率が一番僕ギャラクシーしてたのであれなんですけど、あのね、うん、うまいところを全部消すダメさだった、あのギャラクシー、すべてを本当に気分悪かった、うん、喧嘩してましたね、気分悪かった、いまだにちょっとお腹の調子悪い、もうなんかちょっと味を思い出すとちょっと気持ち悪くなってくるんですよね、うん、あの砂糖がで A なんですけど、はい、この5名の中から選ばないといけないってことですね、はい、ってことですね、そうですね、まあでもこれ結構全会一致なんじゃない、わ、うん、かんないけど、結構まあそうっすね、ってことはもう決まってますか、多分皆さん満場一致なんじゃないかなと、うーん、そうですね、はい、私はまあ、じゃあせーので言います、はい、せーの、ひなーのノアさん、あれ、あ、よし、ちょっと待って、ちょっと待って、もか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 、じゃあもかい、もかい、もか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 い、もか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 い、ごめんごめんごめん、変で変で、もかもかい、変に、もう一回だけ、あ、もう一回だけ、はい、うん、もう一回、もう一回、もう一回、はい、OK です、もう一回、いくよ、あ、OK です、はい、はい、はい、せーの、どうした、どうした、どうした、やました、わかりました、わかりました、もうなかった、もうちゃんと行きましょう、うん、ちゃんと行きましょう、もう本当に決めましょう、時間も時間なんでね、うん、まあそうですね、まあ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 そうですね、はい、うん、はい、はい、行きます、じゃあ行くよ、はい、はい、せーの、橘ひなのさんです、はい、まあ、ということで初代リモートミストルクイーンはパッタですね、作った A チームの橘ひなのさんです、おめでとうございます、おめでとうございます、じゃあそろそろちょっと準備ができたみたいなんで呼んでみましょうか、はい、はい、はい、じゃあ第1ブロックでパッタ頑張って作ってくれた立花ひなのさん、はーい、おーい、出てってきた、お疲れです、お疲れ、ちょっと出てきましたね、うん、お疲れ様です、お疲れ様です、どうすか、でも周りのメンバーとかもいたら面白かったし、はい、やってる側もめっちゃ面白かったんですよこの企画、うん、ただただまあ食べる側にはちょっとなりたくないかなっていう、だからレンとちょっとレイドさんがかわいそうやなって、俺はいい、いやいや俺はいい、お前はいいよ、お前言うなよ